こっからは15分で区切っていこう。これはどこに行けばいいんだ。なんかケーブルを使う、あ、あそこにケーブルあるね。あのケーブルに行きたいんだけど、どうやればあのケーブルまで行けるんだろう。ジャンプしていけばいいんだな。絶対今のとこだと思ったんだけど、しまった？ここジャンプしていくんじゃないの？いや、ここ上を伝っていくのか。いや、そういう方じゃないな。違うな。え、ここジャンプしていくんだよ、絶対。いや、違うな。あれ？おかしいぞ。絶対ここだと思うんだけどな。ここなんかつかめそうだし。ほら、絶対つかめるよ、これ。ここをつかまって、あっち側にぐるっと回っていけばいいんだろうけど。もう一回だけジャンプしてみるか。あれ？違うな。3度目の正直が通用しないってことはここじゃない。ってことはこの上か？この屋根みたいなところ通っていけばいいのか？おかしいな。これね、このケーブル、あそこにアンテナに行きたいんだよね。お？あそこになんか扉があるな。こっからはいけないよな。いけないよね、これ。どう見ても。これ？いや、いけない、いけない。こっからはいけない。そしてやっぱりさっきのところで敵がいた方向が基本的に順路だから、これ。この屋根の上なんか怪しいんだよな。これ登れないね、伊藤さん。登れないんだよね。あ、これ行けばいいんじゃない？いや、関係ないか。やっぱりさっきのとこしか考えられないんだよな。4度目の正直言ってみる？俺はなんか角度が悪いのか、これ。結構これシビアなんだよね、角度とかが。ちょっともう一回行ってみるか。これしか考えられない。それか他になんかあんのか。こっちじゃないもんな。ここから飛び降りちゃダメだもんな。外伝っていけばいいんじゃない？いやー、そうは見えないな。あ、こっち。こっちじゃない？いや、こっちだな、多分これ。あ、こっちだ。暗い。あれ？これはどうやって行くんだ？下か？下にツタがあるな。これマグナムもったいないから。あ、来た。もうチャプター9。早いな。チャプター何本まであんだ、これ。達成率見たらもう半分以上いってたからな。もうストーリーの半分来てます。おう、基本的に敵はスルーで。やばい。ああ、これ踏んだら。やばい、つくづくなんか俺下手だなって思うわ、やつ。おいっす。すっごい打たれてんだけど、さっきから俺。しかもこれぶつかったら。
敵を倒しながら旅行った方がいいのか。いや、この女の人どんだけ強い武器持ってるんだよ。ちょっと待ってちゃんと敵を倒そうと思えば思っもういい突っ込んでやる。ウェイ撃ってこい撃ってこい、もっと撃ってこいやい。当たらん当たらん、そんな弾どっち行けばいいのこれ。あれ方向を見失った。わーっ、撃たれて、え、なんでこれネイトが今笑ったのかと思った。え、どっち行けばいいのこれ。もういや倒していくか敵。壊せるやつちゃんと全部壊していこう。敵もちゃんと倒しておかないと。もう同じどんだけ強いんだよ。地味だけどちょっと敵をちゃんと倒していこう。だどっから撃ってる？やばい、もう死にそうになってんだけどね。ヒントヒントヒント、なんか今ヒント入ってるよ。これ難しい、この操縦カメラと一緒に動かさなきゃいけないからさ。どっち行けばいいの。シュートスターウェイト、あ、そういうこと。そういうことか、降りて行く場所がなかったわけだ。ここで降りればいいのか。 You've got to get to that tower. I'll meet you back at the customs house. この女の人大丈夫なの。マグナム持ってんの敵が。死にまくってるね。すげえこのリンカーンみたいな感じ。こう余裕で歩いてる。いや、ハンドガン持とう。ハンドガンの方がいい。ハンドガンの方がいい。いっぱい来てます。マグナムでもあと一発あるから使っとくか。どこにいる。ちょっとこの最後の一発は外さん。よし、ちょっとちょっと一回弾補充。おボーイ、どこにいる敵。ここから狙いやすいか。ん？これはあれか。やっぱグレネードとかはもっと使っていけばこう戦闘に幅が出るんだろうな。俺下手だから全然グレネードとかを使う機会がないんだよ。あばばばばばば、また死ぬ。もうやめて、これ以上いじめないで俺を。やばーい、死ね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 。
やっぱヘッドショット決めないとこれきついわ。首の骨折った。あ、ステルスキルみたいなこともやっぱできんじゃないこれ。ネイトさん余裕すぎないか。どうした？まだいるね。なんかステルスキル的なことできたよね、後ろからこうバレないで近づくと。もういいよ、来いよ。もういいって。なんか言ってた。終わった？終わった。なんか今んとこも半分くらいまで来たけど、ほとんど戦闘しかしないような気がする。なんか謎解きやったの最初のサリーのとこだけだよな。それ以外全部戦闘なんだけど。ここら辺全部早送りするとさ、本当にもう翻訳にかかる時間が一つのだいたい15分のコマにつきもう20秒くらいで終わっちゃうんだけど。これでいいのか。ちょっと心配になってくるレベルだよね。ここまで翻訳する量が少ないとさ。まあいっか。2-3とあるし。2-3もさすがにこれだったらまずいけどな。どっち行けばいいんだろうこれ。上になんか道があるな。上行けばいいんだろうな、これ多分。うん。上だろうな、多分これ。でもこっからも行けそうなんだよな。まずこの扉は閉まってるから、ヒント。あそこか。なるほど。おっ！マグナム。こっちで。こっち。こっち。ああ、ん？ああ、そういうことか。こっちなんだろう。欲張っていいかな。ここで欲張って、落ちたら最初からなんだよな。いっか。ちょっと欲張ってみるか。よっ。あ、いけない。やっぱり。また最初からだ。やめた。やっぱりストーリーメインだから、もうあんま寄り道はしないで普通に行こう。ちょ。結構これさ、飛ぶ方向シビアだよね。こっからだってジャンプすると飛び越えちゃうっていう、ね、慎重にこうゆっくり行かないと落ちちゃう。でこっち行くか。まあこれは俺が下手なんだよな。これは俺が下手くそです。あ、こうやっていけばいいのか。いや無理だな。これさ難しくない？このジャンプのこのタイミング。お、ああまた落ちちゃう。で、落ち着け。こうゆっくりこう倒しながらジャンプしないとこれ飛び越えちゃったりするからな。ここもちゃんと向きを変えてカメラの位置を合わせてからジャンプ。あ、またこれいっぱい来るでしょう。